ツルレーシ、ツルレーシ、ツルレシ、学名、マモーリカチャランチアバル。パベルは、未熟な果実を野菜として利用するウリカの植物である。また、その果実のこと、一般的にはニガウリ、ゴーヤーなどと呼ばれる。標準和名のツルレシは、イボに覆われた果実の外観と、完熟すると、仮敷が甘くなるという二つの形質が、ムクロジカの果樹であるレーシ、 大地に似ていることに由来する。つまり、鶴瀬の植物体に実る霊子の意味である。果肉が苦いため、苦うりとも呼ぶ。農学、園芸学では、鶴霊子を用いることが多いが、生物学では近年苦うりを用いることが多い。九州、南西諸島各地に地方名がある。沖縄県では、沖縄本島、首里、那覇方言や泣き人方言など、で、荒野。 宮古列島、宮古方言で、ゴーラ、八重山列島、八重山方言で、ゴーヤと呼ぶ。九州では、ニガゴリまたは、ニガゴリと呼ぶ地域もある。鹿児島県奄美大島では、トーグリ、鹿児島県本土や長崎県諫早地方では、ニガゴと呼ばれ、諫早地方では、ニガウイの名称も併用される。以上のように多くの名称が用いられているが、 すべて同じ種類の植物である。ただし、いくつかの栽培品種が存在しており、栽培されてきた地域での故障に習い、九州地域で栽培されてきた、細長く苦味が強い品種を、苦語いないし、苦語り、沖縄地域で栽培されてきた太く苦味が穏やかなものを、ゴーヤーと呼び分ける場合もある。中国語では、クーガーやディアングアなどと呼ばれ、 関東料理、台湾料理などで、日常的に食用にするだけでなく、焙煎してお茶として引用することもある。関東語では、悟り、ポーヨンドットロク、ポーダーと呼ばれる場合もある。英名のも、苦いウリの意味である。沖縄料理ブームの影響もあり、日本では、全国的にも、ゴーヤー、または、ゴーヤーを使用することが多くなっている。 ゴーヤという故障が普及していった経緯は諸説ある。2001年に放送された沖縄県の小浜島と沖縄本島などを舞台にした NHK 連続テレビ小説チュラさんで擬人化したマスコットゴーヤーマンが登場してゴーヤーの名が広まった。また沖縄料理の中でも特に人気のある料理であるゴーヤーチャンプルーの材料としてゴーヤーの名称が知られるようになった。 鶴瀬の一年生総本。成長すると、長さ4から5メートルになる。果実は、細長い防水型で、長さ20から50センチメートル。果肉を構成する果皮は無数の細かい母に覆われ、両端は尖り、未成熟な状態では、緑、熟すと黄変なんかし劣化する。収穫しても、常温で放置しておくと同じ状態となる。完熟した種子の表面を覆う、カリッは、 赤いゼリー状となり、甘みを呈する。腐敗しているわけではなく食すこともできるが、歯ごたえのある食感は失われる。元来野生状態では、この黄色い果皮と赤くて甘い仮種皮によって、果実食の鳥を誘引し、さらに糞便によって、種子散布が行われる。原産地は、熱帯アジア。日本へは中国を経て渡来した。1603年、慶長8年に、 長崎で刊行された日本辞書に本種の名が見られる。また、1649年、慶安2年に刊行された林羅山の多敷編、牧の山彩部に、似顔売り、豆止霊石、師、西木霊石の名で収録され、休校と記されている。しかし、多敷編は民の本蔵項目から物目を抜き出して和訓を付したものであり、実際に、 日本で栽培されていたかは半然としない。沖縄での文献上の記録は1713年の琉球国由来期まで下るが、トライした年代は不明である。日本では南西諸島と南九州で多く栽培されている。収穫量は沖縄県がシェアの3割以上を占め、2位以下には鹿児島県、宮崎県、熊本県、長崎県は続く。なお、 1990年までは沖縄本島産のものが、1993年までは八重山産のものが、売り類の大替中売り見栄えの拡散防止のため、生きがいへの持ち出しが禁止されていたが、不妊虫放し飼いによる売り見栄えの根絶に成功したことにより、沖縄県外へ出荷することが可能になり、沖縄県における生産量の拡大につながった。近年では夏バテに効く、 体を冷やす健康野菜、ダイエット食品としての認知度が上がり、日本全国で食用栽培されるようになった。また、日本各地で日よけの目的でも栽培が行われるようになった。栽培に際しては、棒や網などを立てかけて巻きつけるようにして栽培する。日本では南西諸島や九州のみならず、本州全域でも、 梅雨以降の夏場で日照が強くて気温が高く、雨も豊富な時期であれば、路地でキュウリなどの在来作物同様に種をまいて栽培することができるが、連作障害を生じる。比較的病害中に強く、日照と気温と十分な水さえあれば、肥料や農薬はほとんど使わなくても収穫が得られ、家庭菜園の作物にも適している。このためもあってか、2010年前後から、 緑のカーテン、グリーンカーテンと呼ばれる日よけのために栽培されることが多くなった。丈夫で栽培は容易である反面、大きく育ちすぎるのが欠点である。つまり栽培に必要なスペースと土の確保が問題になる。十分な収穫を得るには、地面に植える場合は、畝幅が1、2メートルで、株の間隔は1メートル以上必要。農家の場合は、 その2倍以上のスペースを確保することが多い。鉢で栽培するには1株あたりの土の量は、最低80リットル理想的には100リットル程度必要ある。根が多くの酸素を消費するため直径が広くできるだけ、浅い鉢が良い。鉢植えに適さない植物である。植え付け後は、本葉が8枚程度開いた時に、本葉後から6枚残して枝先、おやつ量を切り取りは決め、 コツルを数本伸ばす。これは、おやつるよりコツルの方が、実がつきやすいため、地上の場合はほとんど水やりの必要はない。台風の後は、形容や実が傷ついて弱っているので、傷ついた実を早めに摘み取ってやると回復が早い。実の色は、葉と同じクロロフィルなので、光が当たらないともやしのように色が薄くなって見た目が悪くなる。そこで、 葉の影にある実を外側へ移動して、光を当てて、色を良くする。なお、緑色の実は種も、未成熟なので、家庭で採取する場合には果実を残し黄色く、成熟するのを待つ。ただし、市販の種苗は、第一品種が多いため、自家採取した種から欠実するとは限らない。独特な苦味があるので、好き嫌いが分かれる。種子に、 強薬リノレン酸を含むことが知られている。主に未成熟な火皮を食用とし、ビタミン C などの水溶性ビタミンを多く含むことや、原因効果もある。苦味タンパク質、組成分として、モモルディシン、チャランチン、コロソリン酸、ククルビタシンを含む。組成分は火皮表面の緑色の部分に集中している。綿の部分が苦いという俗説があるが、誤りである。 ゴーヤ一本あたりのビタミン C 含有量は、トマト一個の約5倍、レモン一個の果汁よりも多く、また通常、ビタミン C は加熱に弱いが、野菜の中でも加熱に強い。苦売り種子と外皮に有害なレクチンが含まれる。主に苦味のある未成熟化を食する。苦味を抑えたい場合は、などの手順がある。ゴーヤーチャンプルーをはじめとする沖縄料理の、 食材として広く知られている。健康野菜としての認知度が上がるにつれて、テレビなどで調理法が紹介され、昨今ではゴーヤーチャンプルーの素などのレトルト調味料も登場している。薩摩料理、甘味料理をはじめとする南九州の郷土料理でも好まれる食材であり、九州ではおひたし、あえ物でよく食べられる。鶏肉やキャベツと炒めたり、揚げて、 天ぷらやチップスにもする。奄美群島では、ソテツ味噌、ナリミスを使った和え物もよく食べられる。大分県や熊本県には、ナスとニガウリを炒め、水溶き小麦粉でとろみをつけたこねりという料理が伝わっている。この料理は、大分県国崎地方では、オランダとも呼ばれる。また、鹿児島県等では味噌炒めにもされる。ピーマンやナス等の野菜と組み合わされることが多い。 種や麺ごとみを薄切りにし、乾燥させてからほうじた後に細かく砕いたものは、ゴーヤー茶として沖縄県で販売されている。味はほうじ茶に似て苦みはない。よく洗って、種と綿を除いて、ミキサーにかけ、風味を整えるために蜂蜜などを加えて、青汁のように飲む場合もある。干したものを切り干し大根のように戻して、煮物に使うこともできる。 関東料理では、炒め物以外に、トーチなどの風味をつけた蒸し物、スープの具のなどにもされる。台湾料理でも、大鳥なし苦売り、K、台湾語、オンライコークエ K 系のように、パイナップル、鶏肉と煮込んだスープがある。関東、香港、台湾などには、苦味の少ない白い苦売りもあり、スープには、こちらが選ばれることが多い。台湾では、梅干しの漬汁を利用して、 漬物にすることもある。白い苦いりのジュースは、台湾や香港の屋台でも提供されている。ベトナム料理でも、無王団などと称して、炒め物、スープなどにされるが、特に南部では、正月料理の一品として使われることが多い。タイ料理でもスープにされる場合がある。インド料理、スリランカ料理、マレー料理ではスパイスで風味をつけたものを水分が飛ぶまで揚げたものや、 卵と一緒に炒めたものがカレーの副菜として現地で売られている。マウス等による動物実験では血糖効果作用や生顔作用、妊娠阻害及び流産に誘発作用が確認されているが人体に対する医学的有効性を確認できた作用はない。通常の食品として適切に摂取する場合は安全だと考えられている。しかし薬効を期待して 種子や果汁を意図的に多く摂取した場合、下記のような危険情報が報告されている。ラットでの動物実験で血糖効果作用が認められているが、人間に換算すると 9.5kg、ボディという非現実的摂取量であった。人に対する3つの無作為化比較試験のメタ解析では、苦ウりの摂取により E 型が尿病の改善を認めなかった。 カナダでの健康な男性5名を対象とした単毛剣クロスオーバー無作イカプラセボ比較試験でも血糖低下や食欲抑制などの効果はなかった。ツルレイの消費量が多いはずの沖縄県での2000年の糖尿病死亡率は県別で男女ともにであったことも指摘されている。ただし小児においてニガウリ茶の摂取において低血糖性による昏睡や痙攣があったという報告もある。 マウスに対する動物実験では、ゴーヤの栄養素はガンを誘発させる細胞の90%以上を死滅させる研究結果がある。高腫瘍作用、白血病、乳がん、ラット結腸の突然変異誘発物質の変異原性の抑制確認されていると報告されている。国立健康栄養研究所は、その果実は、 通常の蛍光接種では健康上大きな問題はないが流産を誘発する可能性があるため妊娠中の接種はおそらく危険でありまた授乳中の安全性について確認されていないことからそのような状況下においては接種は避けることを推奨している種子にはが含まれており動物実験で妊娠阻害作用と打体作用が確認されている 受精12日後の妊娠マウスに0.02から0 0 5ラムのモモルカリンを腹空内投与したところ90%の胎児が死亡したとされる。また、苦売り果汁を毎日摂取したマウスは妊娠率が90%から20%に低下することが知られている。沖縄県と JA 全農、全国農業共同組合連合会。 沖縄経済連では1997年に5月8日をゴーヤーの日に制定している。これはゴーヤーの語呂合わせとこの時期からゴーヤーの生産量が増えることにちなんだものである。またこの数字を逆にした8月5日は裏ゴーヤーの日とされており、ゴーヤーの日から裏ゴーヤーの日までの間、沖縄県ではゴーヤーのキャンペーンが行われる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。